はい、こんにちは。今回ね、ビジネスシューズのご紹介です。サラリーマンの皆さん、普段ね、革靴履かれているかと思いますが、どんなね、価格帯のものをね、皆さん履いていらっしゃいますか？普通にね、一般的な量販店、まあ、ABC マートとかアズビーとかね、あたりで売られているショッピングモールとかでの店舗に入っている、まあ、1万円以下、まあ、1万円ぐらいの価格を履き潰されている方がね、多いんじゃないかなと思います。一方で、まあ、3万円とかのスコッチグレインとかですね、3万円弱のリーガル、まあ、2万円台のリーガルとか、あとオールデンとかだともう10万クラス弱の方、それぞれね、こだわりがあるかなと思います。そんな中でですね、悩みの種というのがやっぱりそのかかとであったり、ソールの減りというのはね、もう特に営業マンの方とかね、外で歩く方なんかは悩みの種なんじゃないかなと思います。まあ私は営業ではないんですけれども、結構、まあ、歩き方とかもあるのかもしれないですし、その靴のローテーションとかもね、そこまで高くないので、減る、結構ね減るんですよ。まあ、このねスコッチグレインの靴ももうかかとがね、今こんな感じで結構ね、靴磨きとかはねしてるんですけど、ね、やっぱねこうなっちゃうんですよね。もうこれね、ソールか交換しなきゃいけないなっていうような状態なんですけれども、こんな感じ。うん、もうね、皆さんこういう肩べりには悩まされているんじゃないでしょうか。上のねトップは全然ね綺麗なのに、このソールがねこうなっちゃうと、もうあとねこの辺がこう見えてきたりしちゃってます。ですので、まあ上は全然ね綺麗なんですけれども、そういったとこが傷んでくるのがね、まあ、中はこんな感じで、もともとね明るいヌメ革だったので、いい感じの飴色にはなってきているんですけれども、まあそれがね一つの悩みの種ですね。同じくね、このリーガルの靴もこれもだいぶ持ってますね。もう何年前かな、結構持っているんですけれども、これもねこんな感じですり減っちゃってると、まあこういった状態になりますね。もっとね安価なものですと、まあこういった、まあ、もうちょっとね価格が安い、これ1万円以内のものですと、もうかかとが、まあ、踏んでるわけじゃないんですけどね、こうやってかかとがもうこれダメですね。こんな感じですり切れちゃって破れてくると、あともうお決まりのこんな感じでどんどんねソールがすり減ってくるっていうのが、サラリーマンの方誰もがね経験していることじゃないかなと思います。手としてはやっぱ補強というのが、補修というのがね、ソールのリペアがありますので、これってねクラークスのナタリっていうねモデルで、まあ好きなブランドの一つであるんですけれども、このねクレープソールも減りがね早くてね、でこれねオールソール交換できないので、減った部分だけこんな感じでリペアしてもらって使ったりねしています。ですのでソールの減りが靴の寿命っていうのもね一つねあるかと思います。今回ご紹介するのはこちら、今ね置いてある靴なんですけれども、ケンフォートというブランド、これねリーガル、まあ一般ってすごい、ね、有名ですね。このリーガルの靴はね、だいたい2万円台3万円台まあそのあたりで売られている、アウトレットだともっと安く出てるのかなと思います。そのね弟分として生まれたブランドです、ケンフォード、1986年って書いてますね。このねラインどうなのかなということで購入してみました。値段がねこれ、1万3000円です。ですのでリーガルのね約半額ぐらいの価格で、購入しています。これ、ね、色ねちょっとね黒に見えるかもしれないんですけども、非常に濃いダークブラウンということで、タイプとしてはですねこのようにストレートジップですね、スコッチグレインの紹介したものと同じようなタイプです。非常にね、まあ、タイプというか形としては似ています。こんな感じ、まあねこれオーソドックスなタイプですね。ですので、まあ、いろんなスタイルにねシーンに合う形となっています。ちょっとね光沢が強い感じもしますけれども、革としてはまあね上質な革を使っているんじゃなかろうかとねパッと見思います。結構ね靴売り場行くといろんな価格帯のもの売ってたりすると思うんですけど、まあ、そこで、ね、パッと見た時に革の質っていうのは安っぽいなとか本革じゃないなっていうのは、まあ、結構の方ね分かるかなと思うんですけれども、あと安いのはねこの中のね匂いですね、接着剤の匂いがもう取れないと
もう完全にダメだなっていうのあるんですけれども、ですので今回ケンフォード、これね使わ履かれている方どうでしょうかね。結構ね高い靴を履いてもソールの減りというのはね一緒ですので、オールソール交換するだけで1万円ぐらいかかってしまうとすると、こういった1万3000円とか1万円ちょいぐらいの価格帯のものを履きますっていうのもねありなのかなと思います。サイズはね26、これ今私普通にスニーカーがね27ぐらいなんですけど、26のトリプル E ということで、結構幅が広いのがもう一個ねちょっと幅が狭いといいかなと思いました。こんな感じです。しっかりとした作りで、このかかとの部分も補強がされていて、ソールこんな感じです。でこのリーガルとの違いは大きく違う点が1点ありまして、靴の製法にあります。リーガルの靴はですねグッドイヤーウェルト方式といって、ソールとトップが縫い付けてあります。例えばこんな感じで縫い目があるように、ちょっと見にくいですけどね、ここがね縫われてるんですよね。スコッチグレーも同じように、これが分かりやすいかな、これ縫い目分かりますかね、こんな感じで縫われてますので、ソールの交換ができます。全ソールね交換できます。ただこのケンフォードはセメント製法といってですね、接着剤でくっつけてある製法になりますので、ですのでここにね縫い目はありません、出てないですね。これなので接着剤でくっつけられているというタイプですので、ソールの全交換ができませんというのが大きな違いですね。ですので交換する際はこのソールのかかとの部分だけを補強するという形になるかと思います。インソールはこんな感じです。もう一つ特徴なのはこのフィッティングアシストといって、ここにねポコッと膨れ上がってる部分があるかと思うんですけれども、これがねちょっとクッション材が入っていて脱ぎにくくなってます。ですのでこの両側からポッコリとした部分をサポートすることで足を脱ぎにくくなっているというのが特徴で、まあ、こういったのも結構歩くね方には重宝する機能じゃないかなと思います。インナーもこんな感じでパッと見ねしっかりと作られているかなと思います。1週間ぐらい履きました。で結論から言うとね、非常に履きやすくて良い靴だと思います。まだね全然すり減ってはいないんですけれども、すごい革が柔らかくてですね、これまでスコッチグレインとかリーガルの、まあ、最初の方は結構革が硬くてですね、足がねもうね辛くなるほど痛くなるというねことが起きてたんですけれども、このケンフォードの革靴は、ね、そんなことは一切なくですね、非常に履きやすく全く足が痛くなっていません。フィットするまで高い革靴はね足がね痛くなるのは仕方ないというふうに思ってましたけれども、まあこのようにね痛くならないものもあるんだなというふうに思いました。このクッションがついていてね脱ぎにくくなるサポートも非常に快適で、うん、オールソール交換できないんですけれども、このぐらいの価格をね履き潰したらまた新たに、まあ、ソールだけ修理できるんであれば修理して、もうダメになったら買い替えるというのがね一番いいのかなとも思っています。ということで皆さんはねどのような、特にサラリーマンの方ね靴履かれていますか。高い靴のね何足か丁寧に履き回している方、もう安いのをねどんどん、減って潰れたら買い直している方いらっしゃるかと思いますが、いかがでしょうか。そこそこの価格帯のものと安価なものをね使い分けるというのが一番いいのかもしれませんけれども、何かねおすすめのブランドとか靴ありましたら教えていただければと思います。ということで今回も見てくださりありがとうございます。